花尾四郎の音楽魂。絶好調。イエス。はい、皆様こんにちは、金尾四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾四郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。はい、今日は金玉ということでですね、ゲストいらっしゃらないということで、はい、まずは松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、よろしく。高橋真子さん、はい、よろしくお願いします。どうぞ。どうですか、ちょっと寒くなりました急にね。鼻声ですね、まだね。みんな鼻声だって。みんな鼻声で鼻声トリオ。あのね、はい、この時期はね、そうね、僕特に自分の誕生日11月とかはね、すごい体調壊すね。あ、私もそうよ、10月いつも。そういうのあるのかね、みんな。あるみたい。誕生月ってなんかいろいろあるんだよね。あるね、ある。あ、そうなんだ。いろんなことが変わるんだよね。いや、去年は肺炎になっちゃったから。あ、そっか。それも、あ、11月だ。ここ忘れもしない、あの野外ライブの前にもう肺がんになって、すでになってて、うん、あれで倒れて運ばれなくてよかったなとか思うんだけど。そうそう、外でね、しかも寒かったのよ、っなっちゃった俺。あの日はめちゃくちゃ寒かった、ね、辛い月なんだよね、誕生日なのに。誕生日ね、うん、で、真子さんは大丈夫だったでしょ、9月。何ですか、9月は。まあ、うん、でもやっぱちょっと変わる、やっぱ体調変わるよね。変わるね、うん、そうかね。え、ま、真子さんはもうスーパーマンだからね。何言ってんだよ。みんなスーパーマンでしょ、70歳の人は今。いやいや、みんな元気だもん。まあね、元気とかなんか強い気、運気が強いというか、そんな人が多い。気が強い。だ、気が一番ですよね。ですよね。やっぱ健康であることがね、一番いいんだけどさ、うん、やっぱあちこちみんな出るよね。出ますよ、しょうがないよね。そう、出ます出ます、うん、僕なんかもう来週からね、放射線入ります。なんかニコニコして言ってる。楽しみだね。放射線治療は入ります。どんな風になるか楽しみとか。胸に30回打ちます。人体実験みたいで怖いね。放射線治療30回すごい、ね、30回ね。なんで30回って決まってるのかよくわかんないんだけど、ちょっと大きいからじゃないの。いや、そうかしら。頭はこの間やったんですよ、うん、頭はもう6ミリぐらいしかなかったから。1日で終わりました。一発で、うん、痛みも何にもない。まあ、でもそういう考え方の方がいいね、ポジティブな方がね。そうなのよ、だからそれを考え込むとやっぱ落ち込みますよ。嫌になっちゃうもんね。この間もステージ4のね、4とか言い方がもう4とか喜んでいい。いや、肺がんももう一応消えましたからね。他の転移なかったんだけども、ね、ちょっと今なんだっけ、リンパの方にね。やっぱりね、無理はしない方がいいんですよ、やっぱりね。そうなんだよね、無茶無茶はしちゃいけませんよって先生に言われたでしょ、きっとね。でも今の先生たちって若いじゃん、若い。だから昔の赤ひげみたいな先生を俺たち俺はさ望んでんだけど、そういう先生がいないよ。だってね、70の先生なんかいないよね。70代の先生はなかなかいないね。いない。だからどっちかというと若いから、うん、そのなんだろう、その専門的なことはすごく詳しいと思うんだけども、うんうん、なんだろう、こうちょっと言葉の使い方がね、うん、間違えてる人が多い。先生たちもね。そう、うん、うちのね、姉のね、うん、旦那さんがね、病院入院してて、うん、熱がグーって上がったんだって急に、うん、そしたら、うん、今熱が絶好調に上がってます。絶好調なんか言うわけ。それ違うしとか言って。だからね、若い人ってそうなの。まあ絶好調とやれば絶好調かな、上がる。でも熱だからね。それはちょっとね、そういうね、漫画みたいなね、うん、ありますよ。でもそういう感じ、そういう人がいるになってきてるのかもしれないよね。だからちょっと僕もカチッとする時ある、うん、だから頭がいいんだよ。だから頭がいい。日常的なことはちょっとね、そう、もう余計なこと言ってくれんのよ。俺はがんのさ、余計な治らないって言われてんのに治っちゃったもんだからさ、うんうん、だからあれそれで、それでじゃない。いや、それ嬉しいと思うよ先生ね。そうだね、普通はね、喜んでいただいてるとは思うんだけども、ちょっといや、もう僕
が見たステージ4の患者はね、ちょっと治った人見たことないんですよ。余計なこと言わないで、俺今からそれに戦うんだからさ、みたいな。まあね、いろいろありますけど、ね。まあ、笑い話でね。そう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 。こうやってね、笑い話した方がいいの。はい、そうそう。あ、でも笑わなきゃいけないだって、一日、ね、うん。笑った方がいいよ。最低1回は。ああそうね、笑うとやっぱりね、うん、いいあのがん細胞が消える。そうあのね温めて勝ってきたらダメなんだよ、そこパッと生まれちゃうから、うん、だから南の姉妹って毎日笑ってれば治るんじゃない。まあそういうそうかもしれないよ ね、 ねやっぱ自分の中で生まれた細胞だから、そうそうそう、自分でなんとかこういい方向に、ねね、持っていけるはずだよね。そうそうそう、そう思うよ、うん、どっか行けばね。マコさんも何も病気ないの？うん、今んとこね、元々ね、うんうん、元気がいいよね。元気がいいよね。あのお宅も相当元気よ。負けじとお互いにね、お互いに相当元気だと思うよ。相当元気な方でしたよ。うん、そう、まあまあまあ、あのね、お便り行きましょうよ。お便り行きますよ、うん、のんびりやりましょうよ今日はね。あ、本当、うん、ちょっと辛いでしょ、喉が。僕いやいや大丈夫ですか？私はダメ。ね、これ北海道の毛利さん、名前北海道の毛利さん、ね、はい、こんにちは。いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、カナオさん、としみさん、まことさん、鈴木さん、お元気ですか？はい、今日は北海道札幌も良い天気です。病院の窓から素晴らしい青空が見えます。あ、ほう、あ、いいです ね、 ね、来年、帯広に来られるのを楽しみにしていますよ。まことさんもぜひ来てください。はい、ね、気温の差が激しいので風邪などひかないようにお暮らしください。リクエストはカナオさんの歌ならよろしくお願い申し上げます、はい、ロッケンロールキャッツアキラ札幌の空より。 ありがとうございます、ね、名前言っちゃったの、うん、アキラさん、アキラさん、ありがとうございます。頑張ってください。お写真も元気そうですよ。お写真入ってるね、本当、アキラさん、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして、ね、って感じ。北海道行きたいね、なんかね。行きたい、帯広ね。帯広いいな。この間中尾さんも来てくれててね。あ、そう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 ね。ロックンロールキャッツはね、あのマチケンとかもライブ。あ、今やってらっしゃるね。やってるんだね。時々ね。マチケンも北海道ね。北海道ね。そう、来ちゃったしね。良さそうだよね。ね。北海道行きたいね、なんかね。はい。うん。で、もう一人。うん、これはね、ミキさん、いつもの、ね。博多のミキさん。ございます。いつもありがとうございます。こんにちは。晴れてる博多です、はい、今日は全国晴れてるんだね。結構晴れてんだね。ここら辺だけ東京方面はちょっと曇ってるけど、そうですね、10月下旬でまだ夏日になる地域もあるんで、うん、本当におかしくなってきましたよね、うん、この間田川で、田川、田川、はいはいはい、はい、あの僕の筑豊ですね、生まれ故郷ね。前に一面のコスモスが咲いていた場所に、はい、ぽつりぽつりとしか咲いていないところを見つけ、これも異常気象のせいなのかもと思って少し怖くなりました、うん、あ、いつも咲いてるところに咲いてないんだ。うん、暑かったりねするから、うんうん、先週のズンチャカの皆さん変わらず温かい雰囲気が素敵でしたね。ズンチャカね、そう、先週 ね、 皆さんよかった、うん、ああいう家族いいね、うん、なんかね、うん、羨ましかったとかね、いいなと思って、うん、いいなと思うね、なんかね、うん、今週は金玉、これもまたよし、リラックスした空気を楽しめますね。カナオさん、来週の水曜日の音楽茶屋ゴリゴリハウス、うん、あ、うん、音楽ジャヤっていうな、そこは、うん、そう、ゴリゴリハウスってね、でのライブも楽しんでください。最近ちょこっとね、うん、あのドラマの松尾君の ね地元でね、はい、やらせてもらってるんですよ、はい、それ来週だかね、30日ですよ、30日、はい、腰ヶ谷、もうすぐじゃん、そうよ、腰ヶ谷って場所も、場所でのライブもレアですね、うん、でも何回かも、ね、行ってお邪魔してますね。そう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 、でもあくまでも体調第一なんでコンディションには注意してくださいね。そうですね、はい、リクエストはアルバムに入ってない曲ですが、うん、ファニーエンジェル、はい、ですが変わらず何でも OK です。何でも OK ですか、はい、日曜日に田川に三宅伸司さんのライブに行ったんですけど、会長も変わらずお元気でしたよ。うんうんうん、オイルはいよいよ来週末に迫ってきた市川ジェームス洋次さんのバンドツアーの準備に入り始めています。あ、ジェームスさん、ジェームスさん行くんだね、九州へ。ジェームスね、ジェームスバンド、はいはい、レンタルで毎回お金払うのもったいないし自分でも始めてみようかとついキーボードも買っちゃいました。おー、え、キーボードもミキが、ミキさん、うん、すごいね、すごいね、そのうち BA 機材でも買っちゃって、ね、もう
そう、ね、呼び合わせる始めに。ねえ、すごいすごい。頑張ってくださいね、これね。ねえ。アテンドしてくれてみんな助かってますよね。そうだよね。ねえ。やっぱ車を借りて動くのって大変だもんね。うん、なるほどね。地方はね、うん、電車移動がなかなかできないところがあるじゃないですか。うん、だからね、あ、そう、今日からね、うん、いい、ちょっと菊田俊介ソロツアー、四国ツアー、今日高知です。高知、いいな、高知、高知リバーっていうね、うん、初めてのお店で、去年はね、加納さんも一緒に行ったでしょ。あ、行きましたね、四国、高知、はい、四国ね、うん、はい、四国ツアー一緒に行ったんですよ去年は。行きましたか。行きましたよ、高松も。あ、行ったね、うん、もうすごい。お城も行ったよね。お城行って、うん、ね、うんうん、そう、今日ね、リバーっていう初めてのお店で、うん、やります。7時からですね。で、今日はね、地元のね、奥村くんの息子さん、うん、ドラム、うん、奥村くんと、それからベースの地元のミュージシャンと一緒に、うん、一部はソロで、うん、二部はそのバンドのサポートがあって、うん、二部構成でやります、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、で、明日は徳島行きます、うん、それからその次は高松です、うん、3日間ね、行きます。よろしく、四国の皆様、はい、お願いします、ということでね、はい、じゃあいきなりファニーエンジェル行きますか。行きますか、うん、ファニーエンジェルですか、もう朝起きがけでファニーエンジェル大丈夫でしょ大丈夫、ちょっと違うのか言っちゃったね。ファニーエンジェルもリクエスト来たんでしょ。リクエスト来たらこれリクエストタイムですから。あ、そうなんですか。うん、やるよ俺。あ、今日はゆっくりって言いながら
はい、博多のミキサーのリクエストでパリーエンジェル、エンジェル、はい、お届けしました。はい、はい、って もう疲れました。すごい1曲目からすごい、ね、飛ばしたね、飛ばしましたね。今日はゆっくりって言ってたよね、うん、確かに言ってたっけ。言ってますけど、うん、いつもね、いつもながらのね、言ったことから忘れていく。そうです。暑くなったもんね。暑くなった。いきなり。そうそう。やっぱりこうじゃないと。え？やっぱり。うん。そうそう。やっぱりこうじゃないと。そうですね。もうお便り読んじゃったよ。全部ね。今日は。あ、そうなの？そう。それでさっき言いかけたのしっかり言って、あのライブの場所。30日は越谷のゴリゴリハウスです。よろしくお願いします。あ、30日ね、越谷ゴリゴリハウス、はい。越谷というと。埼玉県、うん、ね、そうだね、駅からまあまあちょっと駅からは分かんないんですよ、いつも車だから。そうだ、ね、どこら辺にあるんでしょうか。まあ地元の人は分かる。駅から遠い、うん、遠いよ。いや、近い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 、そんな遠くはないと思う、うん、ゴリゴリハウスです、うん、ね、ぜひね、うん、告知します。またね、ね、あんま高知も帰りたかったんですよね、実は。高知なんで今日で、え、コーチ帰りたかったな、一緒に行きたかったな。そっかそっか、ね、ね、あのゴリゴリハウスはね、松尾くん、まあドラムの松尾敦史くんと、あの広成、はい、ね、ギターね、ギター広成と、あと赤井浩二郎ベースでね、で私と松下俊美ということでね、はい、カナオミーティングっていうタイトルでしょ。うん、カナオミーティング、何のミーティングするか分かんない。かんない、酒飲むか。カナオミーティングっていうの飲み会をね、何の酒を飲むかっていう。本当はあのエイジアってね、あの中野に あそこで、あの やり始めてたんだけど、それがちょっと、うん、あの越谷になってね、あのエイジアは別にあのまたやりたいんだけど、うん、あのお届けしました。そうですね、楽しみですね。うん、楽しみですね。今月は、はい、うん、他にはあるじゃないですか。他にあの真子さんたちのバンドと一緒に来月11月10日、ね、ジェミニシアター、ジェニ、うん、ここ ね広いのでね、皆さんぜひ、ね、ジェミニシアターね、来てください。はい、これはサウスポースナイパーズとレンズと金尾城、うん、3バンド出る、ね、3バンド金尾城店プラスということで ね、はい、11月10日、はい、初めての試みじゃない、はい、これそうだね、初めての試み、初めてです ね、 初めて ね、 ね、うん、で金尾さんも初めて行くでしょ、ここ。そうですね、この時はね、ギターは白浜くんと、うん、はいはい、ドラム石田一郎、はい、うん、で赤井浩二郎と、はい、松下俊美、はい、金尾翔ですね、で誠さんはレンズ、ね、レンズレンズね、ありますよ、これはロッカーさん、うん、で実はレンズね、明日もやるんだ。明日多いね、最近ね、明日レンズ、明日どこ、どこ、明日、ね、土曜日は、あの西荻窪、おうおう、テラ、あ、テラ、あ、テラね、はいはい、テラね、行ったことある、こちらです、テラです。おうおう、明日は、はい、できました ね、 ね、これレンズ頑張ってますよ、今頑張ってます、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。お、ね、はつけないよね、お寺になるから、お寺、テラ、テラつけるとお寺、ね、テラってね、結構ね、何の時行ったんだっけな、結構行ったことあるね、うんうん、満杯だったね、あの時ね、そうそう、おー、うん、そうだ、そう、レンズ、はい、ね、レンズってどういう意味なの、あのレンズじゃない、あのレンズのレンズ、レンズのレンズ、レンズのレンズ、うん、そうですね、そう、本当はあの LENS なんですけど、 Z に、 Z にしたの、ああ、うん、そうかもね、あ、そうかも、レンズね、うん、10月26日土曜日、明日ですよ、明日ですよ ね、 ね、毎日、今日が金曜日、今日はない、今日はない、うん、あ、本当は、で1週間は早すぎてもうついていけない、うん、ついていけない、この早さ、そうだ、ね、早いっていうか自分のあの多分、うん、感じ方がどんどん遅くなってね、うん、1日1個のことしかできなくなるの。なんか前はほらやたら1日がさ、何でもできてたじゃない、うん、朝行ってあっち行ってこっち行ってって、うん、今1個だけ仕事したらもうダメだね。いやだからさ、それだけで終わっちゃう、俺立ち上がって冷蔵庫の前行って開けてさ、うん、何取るの、何を取りに行ったって、え、覚えてない時あんのよ、なんで冷蔵庫開けてんだろうとか思う時あんだよ、用もないのに開けてるとか、と思って考えてたらまたパッと思い出すんだけど、一回閉めるの、そうでもそういうの思い出さないとやばいんだよ、やばいね、そう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 、すぐなんかで調べたらダメなんでね、うんうん、
検索して、ね、あ人の名前とかね、自分で思い出さないの、イライラするとこれで、ね、調べちゃうでしょそれはね、やばいな、やばいね、 Google がなかった時の方が良かったかな、じゃあ。そうそうそう、あれは、ね、便利だけどね、でももうね、やっぱりもうその老いの話ばっかりになるよね、まあ、しょうがないねしょうがない老いに、え、なんだか慶太郎さんが歌って老いに負けるなだっけ、なんだっけ、老いを受け入れるんだとか、なんか、うん、そういう歌をね、生田慶太郎さんね、やっぱりね、いいね、あそこぐらいになるとそれ歌えられるわけよ ね、 ね、タイトルがね、そうそうそう、うん、私たちが言ったらまだ生意気だよね、そうそう、まあね、もうキャン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 してるじゃん、キャン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 してるのはオタクです俺、そう、キャン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 して、もうなんかもう70になろうっていうのにさあ、もうなろうって、もう、あ、まだなってない、もう、もうすぐなる、11月20日、ね、松下俊美行こうか、じゃあ歌行きましょうよ、どう行きますか、行きましょうよ、何や、何なんか、あの、あれ、俺好きな歌、何なんだろう、あれ、ひばりさんの歌、あれ、あれしようよ、東京ビートいつも歌ってるやつ歌う、歌も楽しいや東京きっと息でおしゃれで朗らかで右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根踊りたくなりゃ、やっぱこう、ピシッと合うねそうですかいいね、奥が可愛くてますね、あのね、自分で思ってるほど、うん、あの人は分かってないと思うよ、分かってないけど、全然いい声だね、いや、もう声はバレてない、ほらちょっとあの咳込んでたりするんで、喉のあの鼻の、もう僕なんかもう最悪だよ今、いやそんなことない、前より良くなってると思う、いや歌は上手くなってるって言われる上手くなったわねって言われたもん、ライブ終わった後、ライブ終わったっても俺によ45年も歌ってる俺に対して上手くなったわねって言われる、いいじゃない、ありがとうございます、すごい最高じゃないですか、うん最高ですよ、いや下手なったと言われると嫌だけど、そう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 、上手くなったでもね今伸びしろがあるってこと、ちょっとやっぱあの
試練をしている途中なんですけど、うん、まあ体的にはね、うん、でもなんかねやっぱり歌に関してはなんかあの力がついてきた。ああいいじゃないですか、うん、新たにね、うん、新たに、新たにまたこう新たにこう、うん、あふるさとの歌歌うかな俺。リバーサイド歌っていいですか。え久しぶりですね。リバーサイドマイホームタウン。ふるさとに帰りたくなったんじゃないですか、うん、あのねそろそろ去年帰ろうと思ってたんだけど去年これ結局肺炎になっちゃって、はい、それでその後にまたほら転院してたりしたんで今年ねなかなかねライブのスケジュール切れなかったんですよね。だから、まあね、来年帰ろうと思うんだったら、まあ、今からそうだね、うん、決めとかないとあれかもしれない。 それかマイフレンドでもいいですよ。なんかバラード歌いたい ありますか。リバーサイドはいい歌です。川が流れてる思い出が流れる春には菜の花があたりを埋め尽くす SOME
はい、神奈川市のリバーサイドマイホームタウンでございました。大丈夫ですか？全然大丈夫です。ということでね、今日は金玉ということで、ね、金尾義郎、松下俊美、高橋誠、はい、ね、はい、やっておりますけどもね、いかがでしょうか、ね、ゆったりしてます ね、いいですね。ゆったりと、 ゆったりとバケツのカニって言われた男ですけども、本当なんでこんな落ち着きがないのかね、俺ね。そう、ずっとこのままなのかな。それはもうね、変に落ち着いたらびっくりしちゃう、心配しちゃう ね、ああ、うん、なんかいよいよ危ないじゃないかと思って心配になっちゃう。いよいよ危ないよ。いよいよ、ね、わーって言ってた方が、ね、いやだからね、みんなね、いつ死ぬかいつ死ぬかと思ってるだからそんなことは思ってません。いやでもさ、いいんじゃない、もうこれが最後、これが最後って閉店セールみたいにさ、それでずっと1年。でもね、それね、この前なんかテレビ誰だっけ、結構多いじゃない、有名な人でもがんの人って今ね、うんうんうん、でもね、がんはね普通の病気なんだって、まあね、もう そんな特別じゃなくて、だって普通の病気でもね、さ、行っちゃう人行っちゃうわけだからさ、うんうん、なんかがんだけがね、もう治らなくてもう死が近いとかっていう時代はもう終わりだって、ね、普通の病気なんだってもう。もうね、うん、すごいな、すごい、2人のね、今2人に1人がんになるって、ね、そう、ね、どっちかって多いよ ね、 なんかね、オセロみたいなね、黒と白、うん、オセロ、オセロ、オセロで本当に多いから、でしかもみんな長生きしてますよ、そう言うけど、まあね、うん、だから大丈夫なんですよ、うん、うん、そう、はい、まあね、でもね、僕はまあなんとかね、でもいろいろね、人それぞれあるみたいね、まあね、だから落ち込みやすい性格とかさ、うん、やっぱ性格はあると思うよね。そうだからね、人に言えなくてさ、こう抱え込んだりとかすると ね、 抱え込むとね、まずいね、まずいと思う、うん、だから無理してでも明るくわーって出しちゃった方がい、うん、いいと思う。いや俺ね、もうすごいナイーブだから、もう、ね、抱え込みやすいのよ。そうだと思います。本当はそうだと思うんだけど、そうやって出してね、自分に葉っぱかけてるわけでしょ。そうそうそう、自分に夢中って馬主だから、うんうん、自分に夢中って走ってる。いやもうでもね、治らないって言われた1日だけはね、ちょっと悲しかったよ。あ、ちょっと考えた、でもその一瞬だけね、へこんだ。いやだから一瞬だけ考えたけど、よしと思って、うん、じゃあ俺こうやって最後、自分の最後をこうやって飾りたいんですけども、先生に言ったら、うん、協力サポートしますって言われたから、ね、じゃあそうですか、じゃあやりましょうって言って始まったんだから、うん、でスッと抗がん剤に2回でスッと消えたから。2回で消えちゃった。すいません、一生やんなきゃいけないのに2回で消えちゃうの、どうしたんだろうとか思っちゃった。決まってるっていうのがね、だって決まってるっていうのがおかしいじゃん、ね、何回この人によって違うはずなのに、うん、もうね、まあ人それぞれ違うと思うよ。だから俺風呂ばっか行ってたからさ、銭湯好きで、うん、だからそれも良かったみたいだけど、体温めるから。まことさん銭湯とか行く、温めるのはいいんだよね、うん、ね、そう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 、銭湯とか行ったことある、うん、あるよ、ある、うん、近くに、やっぱ体温めるのと、うん、やっぱね、やっぱそれが一番いいよね、うん、で温めて食事とかもね、うん、抗がん剤しててもね、なんかね、うん、食べられないことなかったのよ。ああれが良くて、それすごいね、うん、何でも美味しいのよね、うん、で俺食事制限がものすごい最初外科手術の時から入ったから、1週間飲み食いできなくて、あ、10日間だんだ。でその後手術して10日間、うんうん、要するに食事制限があったから、はいはいはい、液体のもので固形物ってなかなか食べられなかったから。あ、そうだったんだ。お米も3分がゆ、5分がゆとか、うんうん、で出た時の鮭の握り飯がうまくてさ、俺宇宙が見えたもん。 あれ食べた時にこんなに美味しいものがあるんだと思って。普通に食べてたのにね、普通に食べてたのに。やっぱりね、人間ってさ、そうやってその、うん、やなんかこうで不自由になるじゃない、うん、そうしないとね、やっぱりね、なかなか分かんないから、ね、うん、本当のありがたみが分かんないかもしれない。そうかもね。その時本当にあの握り飯
美味しかった。いまだに あとねバタークッキー。ほう125円ぐらいで売ってんだけど、200円ぐらいかな、うん、でその無糖なんだけど病院のコンビニに売ってたのよ、うん、でコンビニ行っていいっていうことになって、はあはあ、であのカフェラテとバタークッキー食べた時の、うん、そのね幸せ感幸せ感いいね。いやあれはねちょっとあれでね、もう僕はね今までの人生もう70近いわけじゃない、うんうん、でもちょっとね帰り見たね。そうか。でやっぱり罪をね、もうやっぱりこう、うん、悔いて、悔い改めた、そう悔い改めて本当に懺悔懺悔したよ俺も。いや俺も悪かった、よかったよかった、本当にね人をね傷つけたりしてきたわけじゃない。そうだよ、ね、知らないうちにさ、やっぱりいろんな人やっぱり苦労かけてね今いるんだなとか思ってね、そしたらね病気をスーッとね収まってきたわけよ。あ、よかったんだ。よかったね、まあ、そうそう、だから逆にそれがあったから気がついたっていうから、うん、歌も歌い方も変えたのよ。あ、そう、うん、懺悔してるからこれ。懺悔なんだね、そんなに懺悔しなきゃいけない人生だったの。歌は祈りと懺悔、懺悔、うん、そういうのありましたけどね、うん、面白いね。うん。マカさんなんか。じゃあ三人のバンド名にする、懺悔。じゃあ懺悔誰が座でんで。じゃあ私も懺悔しようかな。じゃあ懺悔パート2。これ。何やる。バス。バスソング。あ、ね、バスソング。これそれ何ですか。ニューライフ。コーラスができる、うんうん。コーラスがあるんだよね。うん。最後。適当に。ランディスボーン。ランディスボーン。ライフイズボーン。あ、いいね。あ、そこはこんな感じです。
ありがとう。フェイドアウト。ありがとうございます。ブルートン。ブルートン。ニューライフっていうタイトルもあるの。まあ、うんうん、そうですね。サブタイトルはあれですかね。サブタイトルですね。常に新しく。常に新しくね。生まれ変わる。日々新しく生まれ変わるよ。爪とか皮膚とか、ね、うん、髪とか。そうだよね。俺ねもうすごいやっぱり精神的にちょっとこう表には出さないけど、うん、参ってるんだなとか思ったのは、今日夢見たのよ。ほう。で夜がね、あの俺手術がした後にあの1時間ぐらいで目が覚めるようになった時があって、うんうんうん、ずっと3時間ぐらいは寝れなかったのね。で最近もちょっとなんかそんな感じになってきて、ほう、その間に目見るわけよ1時間ぐらい、うんうん、でそれがさすごいね、なんかね苦労してね俺車運転しないんだけども、うん、あのトラックかなんか運転しながらで娘が乗ってんの後ろに、そしてスタジオに行くんだけど、うん、たどり着けないのよこの放送局に。それ時間間に合わないわけよ。でその砂漠の中行ってんだよ。しかもで俺が知ってるような風景が出てくるんだけど、海沿いとかの道を走ってるなんかしてんだけども、どうしてもその時間にはもう間に合わないっていう、そんな変な夢で うなされて目が覚めたらこう汗だくになってて。そういうのがある。やっぱちょっとやっぱ精神的に疲れてるんだろうね。いやいや、やっぱりこの番組ちゃんとあの思ってるってことですけどね。まあそうかもね、真剣に、うん、だって歌、私も歌ってる頃歌歌詞忘れて次の出なきゃいけないので、え、知らない曲だとかさ、怖い夢結構見たよ現役で歌ってる頃は。だから俺で歌ってて雨で入れない、あのこのビルに入れない夢とか見たもん、うん、そうだから雨で、だから地下から地下が水が溜まっちゃって、うん、でその入れなくて、で俺どっか止められたのよ、うん、あの警備の人に、うん、でなんか俺捕まってで手錠かけられるんだよね、なんだそれ、怪しいとか言われて、これは夢の話でございます。い俺ただいま夢の話、歌を歌いに来てんだけどこれこっから聞いた人ださ何の話だって今ね、カナオさんがね夢を見て話をしてます。なんか、ね、夢でよかったね、夢でよかったね。でも夢ぐらいはもうちょっとハッピーな夢、夢ぐらいはねもうハッピーな夢見たいよね、うん、やっぱ緊張感がどっかにあるでしょ、どっかあるんだろうね、やっぱりラジオだって生放送だし、うん、うん、いやもう緊張してないけどね、緊張してないけど、なんか楽しいけどさ、やっぱりなんかこうあの、うん、あるんだろうね、張り詰めてないとできない。いや張り詰めてるから面白いっていうのはないとは思うけど、まあでも楽しいよね、楽しいことやった方がいいかな。まあ私なんか横にいて、あれこれ生放送だっけラジオやったったっけっていうの、もうすごいうっかりしちゃう時だ、あ、ね、いけない放送中だとかね、ああそれあるよね、うん、そう。まこさんの予定っていうのはさっきほど聞きましたけども、はいはい、あれですか、レンズとレンズ明日ですね、うん、明日とにかく明日ね、うん、それでね、あの今後の、ゲストをご紹介しておきましょうか。ゲストすごい来週、ね、11月はね、あのだから金玉も できない感じになりましたね、なんか、そうなんゲストの方いらっしゃいますね。あのまずね、来週がテミヤさん。あ、テミヤさん。ね、11月1日で11月8日トラメっていうね、ロックンロールの横浜でずっとね、長いバンド、はいはい。それで、あの今度アルバム、うん、あ出しましたんで、うん、そのご紹介ということでね。あと15日がリー。金平さん、リーちゃんね、帰ってくるね、リーちゃんがあのアメリカから、うん、帰ってきますね、はい、それで22日は白浜くん、白浜久志、じゃあ全部ゲストじゃん今度ね、白浜くんとあの、うん、東弁さんとか一緒にライブと やるのそう、いやなんかね CD 作ったのよ、お白浜くん家で、それで、うん、なんかちょっと CD 作ったりして、うん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 、だからあの誰だっけ、九州の小山拓司君と白間君と東弁と3人でライブやったりするんだって、うんうん、あそうなんだ、あの、それ面白いね、要するに、ね、コーラスバンドみたいな、うんうんうん、
それであとまあいろいろ白間君もなんかあのロッカーズの、誰だっけ、ちょっと名前出てこない、ね、あのバンドまたライブ、うん、元ロッカーズの、ね、あの人でしょ、うん、あの役者になってる人、いやいや陣内君じゃなくて、なくて ギターのね、また今度ご紹介します、ね、なんかライブとかするんでということで結構あの続々と ねあのお楽しみいただきたいと思います ね、 ね、うんね、ということであっという間のね1時間になりました。あれ東部さんも一緒に来れば面白い、ね、俺もう一個ね明日レンズやるじゃん、うん、で明後日日曜日なんだけど、はいはい、これねあの世田谷っていうあの駅あの世田谷線、あ、はいはい、あ の世田谷という駅で、うん、楽一楽座、あ世田谷前やってたでしょ、うん、それもやりますよ、俺出るのはね、昼間27日昼間、ね、お祭りみたいな感じ、うん、それは何飲みの市みたいな感じなんだっけ、そんな感じ、ね、なんかいろいろものを、うん、そういろいろ出てて、うん、で私はアコースティックソロで12時45分から、うん、あ、本当やります、そこの外、はいはい、外っていうかで29日が火曜日、うんうん、あの今出た答弁、うん、ああそうなの、答弁と蒲田のブラブラというところで、はい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 、マコベンやりますね、なるほどね、そんな感じです今月、はいはい、ということはね、あとね僕のライブなんですけども、10月30日ゴリゴリハウスね、30日、で、11月の9日10日はです、あ9日割れか、11月の10日はあれですね、ジェミニシアターでしょ、はいはいはい、で11月の、16、17、16が森プカ、うん、そうですね、天栄村行きます、ね、天栄村ですね、福島ですね、はい、で17日がプカプカですね、はいはいはい、でこれできたてこれ忘れて、11月19日シルバーバック、ね、これはね忘れて、これがねシルバーバックで金尾由志郎シリ発売記念コキバースデーライブ、お祝い投げ銭ライブって大丈夫なの11月19日これなんかお祝い持ってこみたいなさ、そういうんじゃない、そういうふうになっちゃってるけど、横浜シルバーバックですね、はい、これ菊田俊介くん、あの要するに、レコーディングメンバー遠藤ですね、菊田俊介、リー、金平、安藤健次郎、はい、松尾淳、はい、であと、うん、まあ、白浜くんとか石田くんとか、うん、赤井浩次郎とか来ます、ね、僕からの、おそらくたけしとかも来ると思います、シルバーワーク、11月19日ですね、よろしくお願いいたします、ということで、ね、あっという間のね、はい、時間となりましたけど、なんかさあやりましょうよ、ね、何しようか、何やりますか、ああ今日菊さん、あ菊さんじゃない、菊さん菊さん来てるから、菊さんなんかない、なんかリクエストある、リクエスト、菊さんでサンファーズの菊さんじゃない、知ってるの菊さんって、なんかあったら何やりましょう、なんかやろうか、えマイフレンドやる、マイフレンド、あマイフレンドやる、いいよ、やるって言わなかった、
短いバージョン。ちょ時間が、ね、ショートバージョンでちょっと時間があります。時間がこれ長い歌だから、ね、なくなってしまいましたね。また今度はじっくりやらせていただきましょう、はい。ということであっという間のね1時間でした、はい、ありがとうございました。今日のお相手は、はい、松下俊美と高橋誠と花尾吉野でございました。また来週お会いいたしましょう。来週のゲストはテミヤさんです、はい、See you next time。 お待ちしてます。泡が流れてる思い出が流れる「あの人は今はない」